前橋いいね。春光の街中日記。今日はヤクト君と僕が受講しているアーツ前橋アートスクール D コース前橋文化発信局から受講生の皆さんにお越しいただいています。こんにちは。こんにちは。はい、 D コースのーでは Facebook の後ろ前橋というページを立ち上げたんですけど、この後ろ前橋について隊員のしんがり君に聞いてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。ですね、もっと知りたい前橋の後ろ側ということで、まあ、前橋市民であってもそんなことあんまり知らないよみたいな、そういう情報を隊員のみんながいろいろリサーチして、それで発信していく、まあ、それが後ろ前橋という、一応そんなような、形でやっております。はい、例えばどのような基地があるのか、これをリュート隊員。はい、よろしくお願いします。今 Facebook に、まあ、写真をアップしてそれにコメントをつけるというやり方で記事を皆さん貯めているところなんですけれども、自分が挙げているのは、ババカワの意外と知られてない町から東側に歩いていってみると、見える風景であるとか、風呂川、これも広瀬川から分岐して流れる、まあ、小さい川なんですけれども、その辺の紹介をしてみたりとか、あとは水道施設ですね、緑と水の町ということですので、四季島公園の周辺にある、まあ、水道施設を紹介したりということを、まあ、写真でアップしております。この写真っていうのはどうやって見つけるんでしょうかね。普段からカメラを持ち歩いてまして、もう10年とかだいぶ昔からもう習慣のようになってるんですけれども、気になったものは何に使うか考えずに撮ってきたのが、まあ、今生きてきてるかなっていう感じです。あ、前橋にもこんなとこがあったんだっていうのが、あ、それがあそこだっていうのがね、いくつも出てくるんで楽しいページだと思うんですけれども、はい、今後の目標っていうところが、はい、今後の目標ですか。はい、今後の目標、その今後ろ前橋は、そのアーツ前橋のプレイベントとしてアートスクールっていうのがあって、そこの中で動いてるんですけども、そのアートスクールはもう回数は決まってまして、今度の2月の16日でそれが最終回になるんですけども、それが終わった後も有志 の皆さん、今回、まあ、受講していただいたスクールの皆さんと一緒に有志という形で継続的に活動ができればと思ってます。リュート隊員どうでしょう。自分自身やっててすごく楽しい、スクールですので、これが、まあ、続いていってさらにメンバーが増えていったら、より良いものになっていくのかなと思いますので、皆さんもぜひ身に留めたらお手に取って、あるいは、まあ、一緒に参加して、前橋を盛り上げていきましょう。はい、僕も前橋の町の人間として、いろいろと参加して協力していきたいと思ってます。あ、ちょっといいですか。実はですね、一つの紙媒体としてジンっていうのがあるんですけども、この春光さんも月刊春光日記ですよね、それがついにリリースされたということで、来月もあれですか、はい、また、はい、じゃあ、はいはい、12月号とちょうど1月号を作らせていただいて、まあ、僕はブログをまとめることしか脳がないので作らせていただきました。とりあえず、町の縁のあるところに置いておこうと思います。MAVにも置いてありますので、ぜひ見てください。ぜひお手に取ってみていただければと思います。よろしくお願いします。春光の街中日記、今日はアートスクール D コースの受講生の皆さんに後ろ前橋の話をしていただきました。それでは皆さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。